はい、お疲れ様です。今日はこいつできんかと思わせる人の行動か、またまたま会社で俺もまあ経営者として何十人何百人人使ってきて、まあ、普段からね社員に言っておるようなことってどういうことって、人のせい、まあ俺は社員が成長することでね、うちの会社も成長するから、もちろん人の成長とかさ、まあこういうとこが悪いんじゃねえかいいんじゃねえかって、まあ、話するわけじゃないですか。そういう話が、まあ、やっぱ俺も何百人って人見てきた中で、やっぱ社員もすごい勉強になると。で、まあそういう話を話したらどうでしょうかっていう話がちょっとね、聞いたんで、前回からもうちょっとね、みんなが聞きやすい話をしていこうと思ってるんですけど、まあまずね、こいつできるなー、こいつできんなーって俺も経営者して、まあね、42、3で、まあみんな、どれぐらいの人が聞いてるかわかんないですけど、20代、30代の人かな。で、職人さんも結構多いと思うんですけど、まあ現場も含めてさ、やっぱうまいことチャンスに乗って成功していく人ってやっぱ経営者になったりリーダーになったりね、責任者になったりっていろんなことをしていくと思うんですけど、なかなかさ、やっぱ結果が出せない人ってさ、そいつだけが悪いんじゃなくて、なんかそういうふうに見えてないっていうかね、本当は能力高いのに能力が低そうに見られてる。まあそういう人たちって本当結構一定数おると思うんですよ。で、俺もう組織やってて、1年して、半年して、1年して、2年してって時に、あいつポーンってたまたまやるけど、あいつすごい仕事できるじゃないかっていうことって、やっぱり何回も経験してるから、なかなかね、チャンスの平等とはいえ、なかなかやっぱ上も上でやっぱいい人探してるんだけど、下にね、なんかいいやついないかな、こういう適任のやついないかな、こういうこと新しいことやりたいんだけど、YouTube なんかそうだよね、面白いやついないかなって、まあ寺西くんってね、動画昼間のも出て、まあ喋れるし面白いし、塗装のレベルも高いっていう人間じゃん。だけど、なかなかじゃあそこのレベルに達する、ね、職人さんはいっぱいおるけど、喋れる、面白い、で、若いっていうね、なかなかその3秒揃った人っていないかなと思うんですけど、一つ一ついこうか。あんまり話はちょっと出てきていかんのですけど、まあ、まずね、思わせることって大事だと思うんです。人間って、俺が仕事できるかどうかなんか、まあ、どうでもいいね。人は見た目9割って言うんですけど、見た目って顔とかさ、まあ、顔だったら俺見た目ね、こんな顔だもんね、ちょっと、いいか悪いかって言ったら、まあ、かもしれんけどね。そう、でも、なんかこの人できそうだなとか、なんかこの人怖そうだなとか、経営者って、まあ、すごい大事じゃない。いろんな意味で。で、俺が、まあ、なんか女の子みたいに、もしもし、僕、かわいしかテレビですし、こんにちはって言ってたらさ、ちょっとキモいし、だって、もし俺がこの女のスキルだよ、この喋り方だけ。もしもし、うんうん、あ、そうなんだ、うんって言って、俺がもし言ってたら、信用できないでしょ。この、見た目っていうのは、外観、顔だけじゃないだろうし、まあ、いろんな行動だとか、話し方だろうが、まあいろんなことを含めてだと思うんですよ。まあこの黄色ヘルメットかぶって喋ってない喋っとんだと思うかもしれんすけど。まあでもね、YouTube って一定数、やっぱ黄色ヘルメットかぶって目立つっていうかね、あ、この人いつも、あ、見たことあるっていうになるんか知らんけど、やっぱ数字は伸びたよね、この黄色ヘルメットかぶったことで。話戻しましょうか。俺の悪い癖がいつもね、出るんであれですけど。まず、1。うん、まあ、1、2、3、4、5個あるかな。俺の中で、パパパパッとちょっと上げて、もう結構資料作ったんですけど、まあまず一つは、判断のスピードが速い。これはね、本当にそう。ちょっと考えさせてください。一日考えさせてくださいっていう人って、もちろんいいんだよ。だからじっくり考えるタイプ、パッと返事出すタイプっていろいろあるんですけど、基本的に5分以上考えても変わんない。考えてんじゃなくて悩んでるだけ。悩んでんのと考えてんのと違うから、もうわかんないことを、まあとりあえずお前これじゃあ新しい、じゃあ俺が YouTube やるけどお前やってくれんか。一日考えさせてくださいっていうやつって、まあなんか、できなさそうに見える。もちろんね、それで、優秀な子も優秀じゃない子もおると思うんですけど、やっぱりね、チャンスの波に乗っていけない。あ、まあいいや、じゃあ、ってなっちゃうし、こっちも。で、もちろんね、うちのスタッフも、もう今、俺がおってさ、社員がおるわけじゃないもんで、俺がおってリーダークラスがおって、またその下に、コリーダーみたいなのがおって、その下に一般社員がおるわけだからさ、なかなか、俺もじゃあ下の方に、あ、じゃあ YouTube 前やろうと思うんだけど、来週動画出れる。ちょっと考えさせてください。それが、まあ適正な用事があればいいと思うの。で、これは判断のスピードが速いっていうのは、単純にイエスノーじゃないから、コミュニケーション力発揮すれば、いや、僕はまあ、こういう理由が、誰々と待ち合わせがあるんで、その日。もしあれでしたらちょっと断りますけど、断れんかった場合は、ちょっとこちらの参加でいいですか、こうですか、いいですかって、いや、まあ、それって、悩んでるわけじゃないでしょ。決断が遅いわけじゃない。で、判断が遅いやつだね。まず第一に、判断が遅いやつ。はい、続いて、2、質問のレベルが高い。これはね、俺、ほっと、お前、こいつのレベル低いなぁと思うよね。どうしたらいいですか？何したらいいですか？じゃあ、例えば、打ち合わせでも何でもそう。まあ、今日もそんな話ちょうど会社でしたんですけど、まあ、関係先がおると。で、俺がおって。まあ、これ任せとる、この子にね。で、この人とこの人が打ち合わせしとると。で、こうやって言われたんですけど、どうしたらいいですか？で、俺はこういうのこう言って、ね。じゃあ、まあ、こういうふうにしろ。あ、わかりました。で、社長こうやって言っとるんで、こうしていいですか？いや、だけどこれどうするんですか？
わかるんですかって言って、お前って伝言係かって言って、ね、お前そんなのにね、時給950円のパートさんやぞって言って、まあ怒ったんですけど、だけど、じゃあどうやって質問したらいいのって言ったら、何々してもいいですかとか、何々、僕こうこうこう考えてるけど、社長どう思われますかとか、うん、結果についての質問してくるっていうから、うん、こうこうこうしていいですかとか、まあ権限があるもんでね。で、私にじゃあ適正な、もう本当にすごいしっかりした質問するやつっていうのは、社長はどういう結果を求めてますか、社長は僕にどこまでの権限を与えてるんですかって、どこまでの金額、じゃあ僕はいくらまでの判断だったら僕勝手に進めていいですか、あの後で報告でいいですか。報告と判断って違うじゃないですか。報告っていうのは自分でじゃあ100万までのじゃあ権限持ってこうこうこうで相手と交渉して、まあこれ40万50万だ100万だ、わかりました、じゃあちょっと100万 でその代わりちょっと社長にあの質問するんで1日だけ待っていただけますかって言って買ってくるわけでしょ。こういう人間って本当にめちゃくちゃ優秀なわけよ。でもなかなかそれができない。あ、わかりました、社長に聞きますね。まあ例えば100万円の工事、どうしてもお金が払えんって気に入らんあんたとこが、わかりました、ちょっと待っててください社長ね、丸丸さんがどうしてもお金払いたくないって言ってるんです。ほんでどうしたらいいですか、なんでやねんってなんでやねんじゃないですか。いやいや、 だったらお客さんに、いや、いくらまでだったら納得するんですか、仮に90万円だったらどうされますかね、小林に確認しますんで、90万円だったらどうされますか、95万円だったらどうしますかって言ったら、じゃあ俺のところに来た時にね、うん、ね、社長、ね、何々さんが、まあ、ちょっとどうしてもうちもね、やってはいかんようなミスを犯してましたんで、ね、90万で値引きしてもいいですかって、お客さんはもう90万だったら納得してくれるって言ってるんですけど、90万だったらよろしいですかって聞いてこいさ、偉いなって、95で話してこいって言うかもしれん。だけど、全然次のステップが違うでしょ。もうこれ2往復しようがですよ、1回で。だからこういう人間は優秀。だからもうどんどん俺も、重宝するから、どんどん使っていくし、いろんな、ね、交渉ごとにどんどん引っ張っていくから、まあ伸びてくるよね、社員としては。うん、これも結構大事だよ、質問のレベルが高い。はい、3、周りのせいにしない。これそうだよな。まあ、ベラベラ喋るとまた俺もね、あかんけど、まあこれ自分のせいだよね。どんなことでも、じゃあコロナでもこれ言ったよね、コロナでも。コロナのせいにしよう人、まあ究極は自分のせいなんですよ。コロナで会社が潰れるっていうのは。まあもちろんね、今すごい大変で困ってる人がおるのに、そういう言い方ないんじゃないのっていう言葉もあると思う。だけど、じゃあお前さって、貯金してなかったのって、まあ家庭でも何でもそうじゃん。今仕事クビになっちゃったから明日ご飯が食べねえんと。だけど、そりゃそうだろって、お前貯金も何もしてなかったのかっていうのもあるし、まあね、今大変な時期にこういうことを言うのもなんだとは思うんですけど、でも、自分が大人になったら、まあこの間も帰りでちょっと話したことが、自分たちが大人になったら、相手が悪いってね、まあじゃあうちで言ったら職人さんって本当まあ単純なわけですよ。で、事務がね、管理しとると、書類が遅い、何遅いだもんで、ね、損失した。まあじゃあ仮にね、今日中に書類出してくださいって、今日中に出したら助成金がもらえて10万円もらえるはずだったのが、あの人たちが書類出さんかったから、ね、助成金の10万円がもらえないと、私たちは悪くないですって言うとするじゃないですか。だけど、まあ、それどうでもいいんだわって、誰が悪いとか。で、俺はもう誰が悪いなんていうのは、最後はだって僕が悪いんですよ。会社っていうのはその10万円もらえんかった、それに対してリーダー立てた俺も悪いだろうし、それぐらいの現場の教育をしとることが悪いだろうし、まあ、フォークリフトが燃えたのも、最後はまあ経営者が悪いわけです。悪いってことはじゃあどうするのって言ったら、お金の責任全部負うわけじゃないですか。フォークリフトが燃えて、お前ら一人10万円ずつなとか、10万円助成金もらえんかったで、お前らジムが一人1万円ずつなってやんないっていうことは、経営者が全部責任を負うわけですよ。人のせいにしてももうしょうがないけど、自分がどう振る舞うか。ね。現場のレベル、職人さんのレベルが低いなら、ね。自分が、じゃあ、もう催促するだとか何するだとか、それってね、どんなことでもそう。自分に主導権があると信じて動いてる人たちと、ね。自分には主導権がないって思って動いてる人たち。いや、上の指示が悪かったから、誰々が悪かったから、景気が悪いから、ああだからって。だから俺はもう何のせいにもしたくないし、ね、自分がどうじゃあこのコロナに立ち向かっていくか、ね、この従業員たちと、ね、一緒に会社成長させていくかってことだけを毎日考えてるわけでしょ。まあ、4番、ちょっとどんどん、ちょっとごめんね、ささっと言うけど、結果に集中している。結果に集中しているのは、何度もやり方を変える。うん、正確性よりも改善。ね、まあ、まず一つは、子供。まあ、知恵の輪とかパズルでもあるんですけど、これ何百回も実験して、これ俺が言ってんじゃないよ。本で読んだんですけど、知恵の輪を外すのに、まあ、じゃあ大人がおって、めちゃくちゃ IQ が高いような人がおって、子供がおって、いろんな人で実験したら、一番早いやつが、パズルとかでもね。っていうのは、じゃあ誰だったかっていうと、真っ白のパズルだったかな。子供なんですよ。
子供っていうのはもうすぐやり始めるでしょ。だけど大人っていうのは考えて、うん、これやったらどうやってやったらこれ一番早いかなって。でもね、ビジネスの世界、特に仕事の世界っていうのはね、もう正解がないんですよ。俺これ学校の授業じゃないから、だから俺中卒みたいな俺みたいなバカでもここまで、まあ、成功してるかどうかわかんないけど、14年こんなね、人の10倍働いても、まあ数倍の結果しか出せてないって思って、自分はね、まあまあまだこれから、まだこれから、もっともっと自分成長していかなきゃって思ってますけど、もちろん。ビジネスの世界って、ほんとね、なんか学校の勉強みたいにね、丸かバツかじゃないから、どっちに進むか。どっちも正解なんですよ。で、どっちも間違ってるとも言えるし、どっちも正解とも言える。みんながじゃあ正解だと思っていく方があって、なんか人の登らぬ山になんか宝ありみたいなのもあるじゃないですか。で、誰もね、行かんような道には、それはライバルがいないから成功するっていうのもあるし。だからいろんな意味があるから、結局ね、一番成功する、うまくいってる、部下でも成功してるってのは、やっぱ手数が多いやつ。じゃあとりあえずこういうことやってみよう。ああいうことやってみようって、やっぱりやる子たちが、俺はもう成功すると思うし、まあそうした方が、俺はいいと思う。いろんなことやってきて、本当に一番思ったのは、結果もうわからんね。YouTube でもそうじゃないですか。こんなにいい話がなんであんな伸びんのかなって、むちゃむちゃ資料作って、もうあんなもん本当に有料じゃないと聞けんぞ、あれはっていうぐらいのネタでも数字伸びないんだよね。難しすぎるから、話が。うん、興味ねえよ、お前、そんな話はってみんながね。まあそういうことでね、突きつけられたから、もっとね、YouTube 層になってね。で、今悩んでることってなんだろうって言ったら、建設業界とか、そんなことどうでもいいわけじゃないですか、みんな。ただじゃあ自分たちが目の前の、ね、明日、ね、先輩とうまくやれるから、明日またね、イライラしながらも会社行かなきゃわかんじゃないですか。我慢して、もう今日行きたくないなと思って行くわけでしょ。でそこをやっぱ乗り越えていけるかな、もっと成長できるかな、もっと楽にね、生きていけるかなって思いが、やっぱみんな強いし、まあ俺もそうだもんね。もっと楽に行きたいな、もっと楽しく人生するために一生懸命頑張ってるってのがあるじゃないですか。はい。じゃあ最後。まあ最後の一個は、自分一人でやるのではなく、人を巻き込む力がある人。これはもう本当にね、この時代、一番大事。よくね、コメントでもある。搾取されてるとかね。俺がね、俺が従業員搾取しとるとか、どうのこうのとか、バカみたいなこと書いてくる人もいっぱいおるんですけど、最近、まあ YouTube とかの風潮だよね。もう本当に独立しろ、独立しろって言うんですけど、一番もう最高のね、何千年か、もう俺知らんけど、地球上が、地球が、人間ができて何千年、何百年の歴史かわからんけど、一番最高の発明ってチームワークじゃないですか。動物倒すのも人間って弱いから、でもマンモスとかを倒してきたわけでしょ、チームワークで。そのチームワークを、なんか最近さ、ちょっと忘れがちで、なんかみんな子になった方が強いみたいな。もうこれ俺別にやめてほしくないから言ってるわけじゃなくて、独立するのも応援してるし、独立していく子も結構いるし、独立は応援。で、何人も独立して、今経営者して成功してる人もおる。だけど、ちっちゃい、まあ一人親方になってちょろちょろして、本当に儲からん、つまらん、きついぞって。うん、全部請求書も全部書くんだぞってね、いろいろ教えてあげる。付き合いもあるんだぞって、営業もそう、ね、職人さんで一人親方でやったら、付き合いもしなか、夜も呼ばれたのもいいからか、で請求書も自分で書かなか、間違えて請求書を送り忘れたらお金もらえへん。うん、だけどそれ事務がおって、営業がおって、職人がおって、で経営者、社長みたいな絶対的な権力がおって、いろんなことがあって、ね、組織って回っていくから、やっぱり強いわけですよ。で、俺はもう、搾取してるかどうかって言ったら、もう決算書も、従業員見れる状態。うちの決算どういう風だって、どれだけ儲かっとる、どれだけね、人が、まあ従業員同士の給料は分からんようにしろけど、部門決算って言って、どういう風で、まあ人件費はこれぐらい、合計でこれぐらいかかってるよっていうことは分かるようにしろかな。とにかく、もう本当にね、時代が時代だから、本当にね、チームワーク、人をまとめれる、コミュニケーションの高い人は、もうほとんどの仕事っていうのはコンピューターにどんどん変わってきてる、機械に変わってきてる。職人の世界でもそうでしょ。昔は手でね、ノコギリでもね、ボルトでも締めとった。今はもう違う。全部電動なんだで。それはね、10人かかってやったことを1人2人でできるようになってってるから。建設業だろうが何だろうが、事務でもそう。もう今会計ソフトっていうのがあるから、まあ、ペペペペって、もう誰でも入力するだけなんですよ。もう大して難しいことはないわけよ。今昔みたいにね、経理的なこととも何でもそうだよ。ロームでも何でもそう。もうソフトがあるでしょ、何でも。どっちかというと、やっぱ人とチームワーク作れる人。私がきちっとやることの方が大切。私がやったらミスもないし、私がやったらいいって思ってる人と、この結果、絶対にこれを結果出す。うん、これをやるって思ってる人って、じゃあ、どんな手使ってもいいわけでしょ？俺もそうでしょ？ね、まずは愛知県一の塗装屋になる。愛知県一のね、B2C の塗装屋になるって言って、俺が一生懸命現場で見てたら絶対になれなかったと思う。だったらどうしてかなあかんのかなって。
人の力がないか、ね、愛知県で腕利きの職人さん集めなかって動き始めるわけじゃないですか。ほらもうね、愛知県で一番になりたいならバカみたいな職人ばっか集めとったらね、スリッパでやってるじゃないですか。おった昔は本当に、ね、そんなやつと一緒にペンキ塗っとったらさ、だから俺はそいつらにも厳しく、お前もうやめてけって、二度と来んでいいぞって言って行ったことももう1000回以上ある。本当にあるわ、うん、もういいよもう二度と来んでいいぞって言って、この間も言われた社員ね、もうやめてけって俺も言うもんね、もうやめてけって言うのは言わんでくださいって、ん？言うよ俺はって、やめてけないんじゃないかお前って、そんなこと言うならやめてけないんじゃないかって俺は絶対に言います。パワハラかもしれないだけど、俺はもう中小企業の社長だから、うん、それは大企業の社長じゃねえし、別に俺はあなたと一生懸命向き合っていくから、うん、あなたがそんなね売り手市場みたいなものではやってあげたってる、何やってるこうしてるって思ってんだったら別に明日から来なくていいよって言ってるだけだから、うん、だんだん勘違いしろじゃん。日本の人ってさ、売り手市場だと勘違いしろでしょ、うん、働いてやったっとる、こんな残業だなんだって言うんだったらもうやめてあげるわ、うん、こんなこと言われるんだったらもう私やりませんよって、だったらやらんでいいよって、代わりおるよっていうことは伝えたらなんでしょ。まあ、俺の話になっちゃったなごめんなさいね。はい、で周りの人に力を借りて、まあ、やっぱりやっていく人っていうのは優秀じゃないかなと思います。ね、こいつできるなって思われる、うん、人の力、まあ、人の力が集めれる人っていうのはまあ優秀だよね、うん、ちょっと長くなっちゃいましたけど、いいねチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。